東屋の日日これ口実、どうぞよろしくお願いいたします。日日これ口実は禅の言葉ですが、文字通りですと毎日が素晴らしいという意味です。そこから毎日が良き日になるように努めるべきだとか、もっと突き詰めて一日一日をいいとか悪いとか言って一喜一憂するのではなく、常に今この時が大切で、どんな日であってもそれを良しとして受け入れましょうという意味があります。東屋の日日これ口実では、今日は何の日から始めて、それに関連した事柄や歴史散歩的なことや言葉の処方箋があれば、そういったこともお話しいたします。なぜならば、歴史は繰り返す。昔からいいことも悪いこともあるんです。それをどう受け止めるかのヒントになれば幸いです。10月13日、今日は何の日？1858年の今日、渡辺かなえが生まれました。渡辺かなえは医者で政治家。野口英世の左手を手術したことで知られている人です。渡辺かなえは陸奥の国、川沼郡野沢、現在の福島県の西会津町で、漢学者渡辺司祭の長男として生まれました。父渡辺司祭は会津藩校日進館で学び、私塾剣気道を開いており、門弟3000人と言われる人です。その父に漢学を学びました。山川健次郎、捨松兄弟がアメリカ留学生として選ばれたことに刺激を受け、1873年、剣気道の兄弟子、野沢圭一を頼って上京し、横浜の高島嘉右衛門の乱射道、これは通称高島英学校ですね。高島英学校に入学します。高島英学校の教授も兼務していた福沢諭吉らに、英学、各国史を学びました。翌年には親友石川栄作も高島英学校に入学してきました。そんな折、父渡辺司祭は郵便放置新聞に、弟子の野沢圭一や石川栄作、かなえらに向けての一文を投稿。世界中に自分の学んだことを生かして広めるように頑張れ、と激励しました。偶然この記事を見つけたかなえはこれに感激し、父と同じ医学の道を選びます。この新聞記事は切り抜いてお守り袋に入れ、肌身離さず持ち歩いていたそうです。かなえは大学南校に進んで英学を、さらに1874年には東京医学校、これは現在の東京大学医学部ですね、東京医学校に入学し、岩佐淳に師事して医学を修めました。1877年には警察医、陸軍軍医試験に合格。日本国内で初めてインフルエンザの流行を発見確認したり、脚気の原因について新学説を発表したり、コレラの新しい治療法を発見するなど、精力的な活動をしていました。1885年には、親友石川栄作と共に、婦人束髪会を創設。それまで日本の女性の髪型は曲げを言う日本髪でした。日本髪を言うには、肩が崩れないように瓶漬け油を使って髪を固めます。かなえは医学的立場から、栄作は女性の地位向上のために日本髪は不衛生で不自由だとして、髪をきっちり固めずに言うだけの束髪を進めました。この二人の活動は瞬く間に全国に広がり、現代の理容業界の礎を築き、女性の健康と地位向上と日本経済に大きな影響を与えました。1887年、カリフォルニア大学医学部に留学し、卒業後の1888年にサンフランシスコで開業しました。渡辺は海外で医師として開業した日本人の先駆けと言われています。父司祭の死に伴い、1890年に帰国し、郷土の要望により、会津若松市で海洋医院を開業。渡辺ドクトルとしてその名が広まりました。1892年、
当時高等小学校の生徒であった野口政策の後の野口英世ですね、野口政策が診察を受けに来ます。政策は幼い頃に負った左手の火傷のために左手がすりこぎ棒のようになっていました。かなえは政策の癒着した5本の指を1本1本切り離し、政策の指は動くようになりました。政策は医学の素晴らしさに感動し、これがきっかけで自分も医学の道へ進むことを決意しました。政策は高等小学校を卒業した後、開業医院の書生となって住み込みで働きながら、医術開業試験を受けるために上京するまでの約3年半、かなえの下で医学の基礎を学びました。かなえは軍医として、日清戦争及び日露戦争にも出征したほか、福島県の地域医療に力を尽くしたり、また、1902年の第7回衆議院議員総選挙に立候補して当選し、主に厚生行政の分野で活動しました。1906年には上京し、青山南町で日本初のラジウム治療専門医院を開業しましたが、胃病のために1917年に帰郷し、再度開業しました。今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。